はいどうもこんにちは、エイトでーす。カイカでーす。ハルドマンでーす。じゃあ俺だけ言ったのが恥ずかしい。今日はですね、まあハタ君は大阪で仲良くしているんですけど、あのハルドマンさん広島からちょっと来ていただいたので、ここ最近ね特に仲がいいお二人なので、今年を振り返っての動画を、まあ大阪なんでたこ焼きを食べながら撮れたらなと思います。楽しみですね。楽しみですね。お、たこ焼きやっぱ食べますか？食べないっす。じゃあまず乾杯。乾杯。乾杯。うまい。しみるっすね。うわやった。うまっ。これ何飲んでんの？水ですね。かすやん。じゃあちょっと早速焼いていきましょうか。ビッグスペースです。バイタスの。なんか8割ぐらい入れるって感じで。8割ですか？ごめんなさい、そんな無理っす。じゃあ、OK。どうです、畑さん、量。量っすか？いいっすね。じゃあ、僕、タコ。はい。じゃあ、僕、寿司。違う、違う。そんな感じなんだ。そうでしょ。男らしい。はい。かっこいい。好き。僕、だって一番インスタフォロワー多いっすから。ちょっと、どういうことあ、はい、フォロワーが多ければ多いほど、かっこいい男だと思ってる。逆に。じゃあこれもバシャって。そうですね。ごめんなさい、それは一個ずつです。どんぐらい伸びたの今年で？今年で8万人ぐらい伸びますね。ほぼ全部やん。ほんまや。ほぼ全部。去年2万やったんで、今9万4000なんで、ほんまに7万人ぐらい伸びます。あ、すごい。僕ら多分5000人ぐらい伸びた。つくな。あ、でも途中で減ったんすけ。一回。それで言ったら僕もそこまでは伸びてないかもしれないです。YouTube。2、3万ぐらい。おぉ。何月に引っ越してきてですか？ 5 月の半ばにこっち引っ越してきた。そう、いろいろあったっすね。いろいろあったっすね。4人おったっけんね、最初は。そうっすね。今半分の2人。2人？うん。おかしいな。なんでこんなに減ったかな。最初にゼロになるって感じですか？うん、俺も。ほんまや。いただきます。畑くん、大会も見に行ったしね。そうっすね、7月に。めっちゃ良かった。マジっすか？うん、俺、一番好きなフィジーかもしれない、畑くん。マジっすか？うん。神健二さんより？ごめん、神健二さんより。何と僕比べる、僕もなんか気まずいっすよ。ごめん、神健二さんの方が好き。ごめんな。もっと頑張れ。抜けるように。はい。ウニ食べていいですか？あ、いいっすよ。ほんまに？はい。ウニが一番好きなんです。ウニ嫌いです。あ、これ、カズノベイですか？いいっすよ。僕、カズノベイ好きじゃないです。マジっすか？好きっす。じゃあ、なんか、白いやついっていいっすか？うん。で、ハーダマンさんはね、1年間通して、ずっと一緒におった。今年だけで、海外旅行何回行ったって話を。一緒に行ったので。タイと韓国と、韓国多分2回行ってる。で、オーストラリア、アメリカ。2月に1回のペースで、一緒に海外に行ってる。しかも、まあまあずっと一緒に。うん。国内はもう数えてない。数えないですね。だって広島ってさ、人が来る場所じゃないんよ。ないってことはないんだけど、みんなやっぱ来てくれないわけよ。東京とか大阪だったら。お前らが来いよみたいなスタンスだけどさ、みんな別に僕もそう思ってるから行くんだけど、エイトだけはめっちゃ来てくれる。今年だけでも何回行ったか分かんないですね。まあまあ行ってるっすね。そう、12月も来てくれたし、夏も多分一緒に飯行こうって来たし、レモンクラシックも行ってますし。そう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 、確かに。だってもう原田さんの家入るとき「ただいま」って言って入ってるもん。リカさんもお帰りって。どう、今年でだいぶ変わった感はある？周りの環境とかも。まあ、そうですね、変わったっすね。逆に去年までパーソナルジムで働いてたみたいな。そうですね、働いてたですね。で、今年はもうやめて。そうですね、もうクリエイターで。クリエイターですごいね、それ一本でできるの。だって今曲までリリースしてるからね。そうだね。だから YouTuber っていう括りにちょっと収まらない感じの。来年曲頑張りですね。ね。だってあの見てほしいショーツ、ラップのやつも結構な頻度で。上手。しかもあんなネタでやる人やってもね、こう15秒ぐらいだったりとかするのにしっかり1分弱やってるじゃん。あれ本当にすごいと思う。マジですね。
できないよ。来年曲で頑張ります。まあ、大会ね、そうね、韓国3位3位ですね。あんまり満足はしなかったですね。あれ以上は無理だったけど、いっぱい見に来てくれたから勝ちたかったね。だからそれを糧に大会後もすごい頑張れてる、気を抜かずに。あとまあ一大事で言ったら、俺から言うのもあれだけど、あの恋人とお別れした。あ、うん、え、別れた。おお、すごい。え、別れた。逆に何を見てきた。別れた。このプライベート。なんか最近会ってないなって投稿減ったなって。あ、すいません、視聴者と同じ反応っすね。あ、別れたんだ。というか、このこうやって公言するのも初めてです。この今知る人結構いるかもしれないですね。じゃあかもしんないね。僕と同じ人いっぱいおるかもしれんよ、うん、だってこの距離感でそれだからね。そうだね。じゃあいろいろ別れた出会いがあったことですね。うん、まあそうね、東京に2人減って恋人もなくなって。え、待って待って、じゃあここまで聞く俺マジ寂しいやつ。すごい僕がこう来たと。あ、そうね、出会いが別れを繰り返してると。そうだね、いいわけです。いい出会いもたくさんあった今年は。畑くんたちもそうだし、それから企業さんね、増えたでしょ。あのお付き合いできる企業さんも、はい、あ、スポンサーさんで言ったらビートムさんとかも増えて、バイタスは今年かな、去年も微妙なところだね。微妙ですね。でも雨降りの時とか忘年会してるんだよ。でも去年からだ、バイタスさんは。ネイチャーカーさんもそうだし、あとはなんか私服の方でもスポンサーいただいて、今年は結構動きが多かったですね。海外にもたくさん行けましたし、でも来年もまたたくさん行きたいですね、一緒にね、うん、オリンピアも行ったんですよね。オリンピアも今年も行って、マジ暑かった。去年と全然違ったよね、はい、席で違う。うん、なんか全然違いますね、あれ全然違う、マジで。 VIP 取らんと意味ない、うん、あれ本当に取ってほしい、 VIP。 うん、絶対 VIP。 刺激になったっすか。超なる。もうなんか、俺って筋トレしてんのかなって思うぐらい。本当にちっぽけに感じますね。マジで。まあ、大会で言ったらレモンさんもね、今年も無事開催できて、はい、おかげさまで、はい、僕は審査員で入らせていただいて、さまざまな大会に外部団体との揉め事でダメになったお助けマンとしてね、はい、助けの大会と、はい、他の大会とやってくれて、ね、本当に助けられてる。やっぱこう自分のね、こう仲のいい方が困ってたら、それはもう率先して助けたいですよね。やばい。でもヘイトのチャンネルだし、もうちょい下げた方がいいよね、カイト。ヘイトのこと。違うね、違うね。もうちょい悪く言った方が。やりすぎみたいな。キモいってなるから、やっぱ下げといてあげた方がヘイトのブランディングで。あ、逆に逆に。そうそうそう。いや、僕下げれるところあります？顔が長いね。違う違う違う。本当にもう同レベルなんだから。一番のあれは何だったですか、カダマンさん的な、こう。一番顔長いなと思ったっすね。違う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 。一番今年でインパクト、記憶に残った出来事、それはもうレモンチャンネル内とかでもいいですし。僕はなんか人の名前出しちゃうな。僕出していい範囲だったら、出していい範囲だと思うんだけど、はい、僕の中では結構バルクスの忠石さんと会えたことかな。おお、結構そこが、はい、その人に会うためにセブ島行きますって言って、セブ島まで会いに行って、はい、そしたらやっぱ、セブ島まで会いに来たのみたいな感じの。そうですよね、だってやってくれて、日本国内とかじゃないですからね。そうそうそう、セブ島だったらちょっと今時間取りやすいんで、はい、みたいな、その社員さんと話してた時に相談になって、多分冗談で言ってたんかなみたいな感じでちょっとあったんだけどね、はい、その社員さんの感じ、はい、でもね、僕行っちゃうからさ。すごいですよね、そんな0泊3日で行って。0泊3日ってあるんですね。うん、びっくりした世の中に。うん、夜出て、はい、なんか、すごかった。これさ、あの、畑くん、下手くそすぎて。どこどこ書いてる。畑石さんでも、もともとお会いしたかったんですか？そうだね。なんかって、なんていうんだろうな、熱い人だなっていうのを見てて、はい、お話ししてみたいなっていうか、なんか僕なんかがあっていい人なんかなぐらいの。イメージだったわけよ。その、やっぱ僕は一応ね、経営者でもあるからさ、はいはいはい、そこで、レベル的にちょっと違いすぎるからさ、僕なんかがって思いながらも。いや、そんなことないですよ。いやいやいや、そんなことないよ。そのまあ、いろいろね。僕もこういう活動してるからこそ、会えた人って多分やっぱ、めちゃくちゃ多いですし。そう。だって僕らは全員そうじゃん。YouTube やってなかったら僕ら出会うこともそんななかったかもしれない。絶対なかったですね。会っててもね、仲良くはそんな慣れてないというか。うん、
やっぱ東京っていいよね。うん、わかるじゃん、その全部。そうですね、苦労だったりとか。そうそう、畑くんはどう、そういったのでよりは出会いですか。うん、いっぱい今もそうですし、うん、もう前やったらラッパーのサンタワールドビュー君に会えたんですかね。なんか遊んでた。はい、すごいよ。 YouTube 見てくれてて。へえー、あ、そうなん。はい、で、うん、Twitter フォローしてくれて、なんか、すごっ、はい、嬉しいですね。あ、筋トレの中での、あ、これはすごい今年の中で記憶に残ったな。だっ、今年なんだかラップでいっぱいっす。でも、もちゃころさんと出会ったの今年じゃないか。外部から見てると、うん、もうもちゃころチャンネルだもん、たぶん。そうだ。もちゃころさんがショート出たら毎回100万再生。まあでもね、それをこうちゃんと物にしてるっていうのも、はたくんのこうアイディアのド変態性の賜物を。僕は曲でかましたいですね。それ一番ですね。マジでかっけえな、それ。やってほしい。曲で売れることですね。おお。ほんと筋トレ業界の YouTuber から聞くセリフじゃないよ。一向に筋トレの話聞けない。マジでかっこいいけど、ちょっとエイトが期待したのと違う。あと大会で飲んだレモンクラシック出るんで。おお、嬉しい。あれ JB 登録しないんで、うんうんうん、確実に関係ない状態にして出るんで。誰倒す？エイトさん倒します。おい、俺は強いぜ。ダブルエントリーですよね。そうだよ、フィジーク、ボディビル、うん、そうね。僕もダブルエントリーするんで。うわ、どっちも勝つ。じゃあ足して数字が少なかった方の勝ちにしよう、その。ああ、順位のね。うん、ああ、はいはい、いいっすね。負けたら、どうしよう。負けたら、坊主。チャンネル名交換。交換交換って。あ、ダメだ。どっちも、どっちもなるよ。どっちかの動画の編集やる。ずっと。いや、その、一本。完全に俺が適当に撮った動画を、はたくんが編集する。そっちのチャンネルにあげる。カイトスマホでしか編集せんのに。ダメだ、デメリットだ。そう、ご飯おごって。はい。ああ、いいね。うん。高級飯。あ、いいの？俺もう本気で行くよ、本気で行くよ。まあ、飯にしますよ、じゃあ。いいよ、じゃあ飯。ええとこの飯。ええとこの飯しよう。よっしゃ。いいね。じゃあ、次原田さん。はい。僕は、来年大会に復帰する。おー、それを、野沢翔さんのチャンネルで言ってて、ちゃんと頑張ろうと思う。うん、とりあえず出てた頃、そんな遜色ないぐらいで出たいなって感じです。まあでもそれで言ったら、僕たちはまだこうハダマンさんとお会いして、ハダマンさんのその痩せた姿っていうのを見たことないんです。そうなんです。確かに写真でしかないです。ないね。だって人違うもんね、普通に。あとはなんかドレッドをまだあとそこまで我慢するみたいな。おお、我慢。ドレッドを多分来年切る。え、やめるんですか、ドレッド。あ、この髪型で大会出たいなずっと思ってて。あ、じゃあいっぱい全部取って。すごい、なんか、え、働いてた？職員生。たこ焼き屋さんで。なんか開いてんのかな、この時。いきます。はい、いただきます。バンモス、バンモス。エイドさんの来年の抱負。来年は日本盛り上げたい。日本のエンターテイナーって誰だってなった時に、多くの人の意識の中にエイとかっていう風に、その候補に入るぐらい、僕が大会に出るってなったら、どんなカテゴリーでもいいから見たくなるような、そんな人になりたいですね。うん、来年を通して。うん、だから大会の成績はもちろんそうですけど、ただふざけるじゃなくて、うん、それの体もしっかり作ってきて、ポージングだったりとかもちゃんとできるようにして、それでかつ、見に来た観客の方々を、あ、今日見に来てよかったって思わせれるような人になりたいです。いいね、来年で。まあ、今だとやっぱ関根さんじゃない？そう。日本では。大ライバル。大ライバル。やっぱこの前の、ジャパンプロ、見て、うん。だって二度沸かせるっていうね。うん。体で沸かせて。そう。あの大舞台で、あの、パフォーマンス。さすがに僕は今、自分のこの体じゃ、太刀打ちできないですし、なんか、この体でその、あのパフォーマンスをしようとしたら、なんだあいつ？っていう風にしかならないんで、それに見合った体も作り上げたいっていう。だからそうですね。あとは去年で言ったら、ジュラシックカップの吉岡くん。よかったっすね。確かに。はい、そうだね。吉岡くん、やばかったね。はい。吉岡くんよかったっすね、うん。3つ大会出ようと思ってるんで、その3つの大会全部で盛り上げれるような人になりたい。
ていうのが一つ、うん、もう一つはへそ元頑張る。こちらじゃちょっとね気抜いてるところがあったんで、来年は来年20万人はいインスタグラムフォロワー20万人インスタインスタむずいぞYouTube YouTube、うん、本編もそうだしショート動画ももっとこだわって頑張っていきたいですね。20万人インスタ、はい、おー YouTube20 万人いきたいです。20万明日じゃないやなんかさですかね。そうね、旅行おたくさん行きましょう。来年も来年は初ヨーロッパ行こう。初ヨーロッパですね、うん、僕ヨーロッパ大好きだ、ね、はい一番おもろいヨーロッパだけも一緒にね、そんな感じかな。はい、来年も頑張るぞということですね。そうですね、来年は来年でまた違うベクトルでね頑張っていきたいなと思います。これからも僕たちはこんな感じで和気あいあいと YouTube とか関係なく多分Instagram のストーリーとかでもねたくさん出てくると思いますが、温かな目でまたバカやってんなと思いながら見てください。そんな感じでこの動画終わろうと思います。いや動画撮るのがなんかほぼ初めてぐらいすぎてまずいなじゃあ日本チャンネルのレモンチャンネルのはさすがに違ういいんだったらだけなんか僕そっちの方が締め得意っすね。あ、じゃあそうしようか、はい、じゃあ僕から言っていいですか。はい、いいです、はい、それではこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。レモンチャンネルの原田マンとエイトとサントブルーの畑でした。次の動画でお会いしましょう。バイ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 。